とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日ですけども、コマくんの必殺技ランキング、やっていきたいと思います。そしてね、どういう感じで使っていくのか、それをね、お見せできたらと思いますね。さあ、それでは、コマくんの必殺技、3種類あります。それを見てみましょう。まず一つ目、コメットビームですね。まあ、これよく使う方多いと思いますけども、まずコメットビーム。そして、無重力ハンド。そして、最後、メディカルコマンドですね。まあ、どんな必殺技なのか見てみましょう。では、まず、コメットビームですね。コメットビームは攻撃技になりまして、範囲も結構広めです。結構広めなので、雑魚戦が多いダンジョンとかでは結構活躍することができます。コメットビーム。こういう感じですね。コメットビーム。はい、これがコメットビームです。続いて、無重力ハンドですね。無重力ハンド、敵をね、無力化するんだけども、ボスには、ほぼ効かないです。ほぼ効かない。なので、あんまり入れることはないと思うんですけども、まあ、これが無重力ハンドですね。敵を浮かせて、無効化することができます。この間、敵をね、ボコボコと、攻撃すればいいですね。続いて、メディカルコマンドです。メディカルコマンドは、回復技ですね。攻撃技ではなく、回復技となっております。で、回復力が、ものすごい。うん。全回復技の中でナンバーワンの回復力を誇ります。どれぐらい回復するかというと、これぐらいです。5000だね。多分ね、レベル600になると6000近くは回復できるようになると思うんですよね。うん、まあほぼほぼマックスまで回復できる必殺技となっております。はい。では、コマくんの必殺技のランキングいきたいと思います。コマくんの必殺技ランキング、第3位は、無重力ハンドですね。まあ、ボスにほぼ使えないっていうことで、全然入れることはないです。うん。俺もね、最初の頃になんとなく入れてただけで、他はね、使ったことがない。うん。そんな技ですけども、まあ、どうでしょう。3位ですね。続いて、第2位です。第2位は、コメットビームですね。コマくん唯一の攻撃系の必殺技になるんですけども、まあ、威力が低め。うん。範囲はそこそこなんですけども、威力が低めなので、アタッカーとしては使えない。うん、必殺技。だけども、まあ、ダンジョンに行くならば攻撃しなきゃいけないので、まあ、いくつか入れててもいいんではないでしょうか。はい、第2位はコメットビームですね。そして、第1位は、メディカルコマンドです。コマくんの立ち位置はヒーラーなんですよ。もう完全なヒーラー。うん。に、プラスでコメットビームでダメージも与えれるっていうキャラクターなので、まあ、1位はね、ヒール技のメディカルコマンド。これで間違いないですね。はい。では、コマくんの必殺技の構成なんだけども、コマくんはヒールを2つ、コメットビームを2つ。これでね、安定します。うん。ヒールをね、多めに入れても、そこまでね、回復することないですもんね。まあ、あるにはあるよ。あるにはあるんだけども、二つあれば、こと足ります。うん。まあ、即死くらえば死ぬんで、うん。まあ、二つあれば十分でしょう。で、プラスで攻撃系のコメットビームを入れておいて、ちょっとでもね、ダメージを稼げるようにしていればいいかと思いますよ。それでは、コマくんで、ボスをやっていきましょう。ちょっと失敗したな。ソロで来るときは、コメットビーム3でいい。うん。今回コメットビーム2のメディカルコマンド2で来たんで、ちょっと時間かかると思うんですけども、
まあ、できるだけ早めに行きましょう。悪さか。こいつはちょっと HP がな、ちょっと戦いにくいところもあるんですけども、まあやりましょう。まあ、この、ビームは、使いやすいね。隙も少ないので、全然いい感じです。やっぱ隙が少ない技っていうのは、すごくいいね。よしよし。し、回復があるんで、まあ、早々のことがない限り、死にはしないですよ。あ、やば。これはやばい。これが今がね、早々なことですね。まあまあ、回復しましたけども、鈍足になって攻撃をがっつり食らうとか、そういうのになれば、死ぬこともありますさ。で、やっぱり、ヒーラーなので、攻撃力は低いんだな。スピリットはね、結構高いのよ。結構高めに、設定されてるんで、いいかなと思うんだけども、コメットビーム自体の威力が少ないので、そんなにね、ダメージを与えれないんですよね。はい、もう少しですね。やっぱだいぶ時間かかる。これコメットビーム3だったらば、若干マシだったかもしれない。若干マシだけども、それでもやっぱ時間かかる。やっぱり、ヒーラーですよ。ヒーラーヒーラー。そう考えておいてください。ソロで行くのにはあんまり向いてない。まあ確かにね、死なないっていうことはあるんだけども、即死くらいは死にますもんね。即死くらいは死ぬ。し、時間がかかりすぎるので、やっぱりね、あまりおすすめしないね。パーティーではね、すごくいい。パーティーにはね、一人欲しいキャラクターなんだけども。ソロはちょっと厳しかったかな。はい。まあ、ソロの時は、コメットビーム3、メディカル1ですね。で、パーティーの時は、コメットメディカル2ずつをおすすめします。はい。ということで、今日はコマくんのランキングと使い方、そういったものをやってみましたけども、どうだったでしょうか。多分ね、10月のアップデートで、高難易度クエストが来るっていう話ですよね。あれが来た時には、ヒーラーのコマくんは、まあ、パーティーに一人は欲しい、感じになると思いますね。今は結構ヒーラーなしで、全然いけるので、それがちょっと厳しくなってくるんじゃないかな。まあわかりませんけども、楽しみですね。では、他のヒーローのね、ランキングもやっております。そっちもチェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや